どうもどうも、かばたです。今年1年お疲れさんでした。僕の動画見てくれてる皆さん本当にありがとうございます。1年間お世話になりました。今日大晦日なんで、格闘技のライジンがあるじゃないですか。で、もう僕もライジンしたいなと思って、堀翼さんいるじゃないですか、からちょっと連絡もらって、動画撮んないですかって、すごい丁寧な感じで長文できたんで、撮ってあげてもいいかなっていうことで、堀翼軍団が出てくるのかわかんないんですけど、ヤンキーが結構いるみたいな感じで聞いたんで、ちょっとライジンしていこうかなっていう。多分夕方ぐらいから多分放送あると思うんですけど、ライジンの。ちょっと今から裏ライジンやるんで、そっちの方見てから本ライジン見てもらったらなっていう。僕もね、別に格闘技やってるわけじゃないんで、殴り合ったりとかあんまできないんですけど、今日はほんま大晦日なんでね、バッチバチ行こうかなと思ってるんで。いや、すごいのよ。あ、お久しぶりです。おー、どんま。あ、どうも。おー、どうも、久しぶりだ。お久しぶりだ。はい。おい。いやいや、さっき下でお会いした時、すごい丁寧な感じだったんで。何言ってんだ、会ってねえだろ、今。てねえだろ。おい。親とかなんて言ってるんですか、そういう格好とかして。なんか連絡とか来ます？来ないですか？俺ママ電気切ってるから、わから連絡来ねえな。ああ、そうですか。俺いつも通りでね、これが。りょうさんとか親になんか言われないですか、そういう格好して。いつも通り行ってらっしゃいって言われてるやん。今日も頑張ってねって。ああ、そうなんですね。じゃあ一回止めまーす。あ、止まりました。あ、そうなんです。いや、どうぞ、全然、はい。おいくつなんですか、今。今27です。あ、27です。あ、そうなんですね。よろしくお願いします。すいません。はい。撮ってないです、撮ってないです、切ってます、はい。すいません、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。今年最後の撮影になりますんで。あ、はい、わかりました、よろしくお願いします。お願いします。え、ガチなんですよ、マジでガチですよ。マジガチでいきます。で、レオ君、ルールなんですけど、MMA ルールでやっていいですか？あ、いいっすよ、いいっすよ。だから、まあ喧嘩でしょ。寝技もありで。喧嘩や、喧嘩。KO か一本決着っす。OK、OK。判定なしっす。OK、OK です。全然。ぶっ飛ばすよ。ぶっ飛ばしてやる。タイマー。一回。そうですね、タイマー。全然ゆっくりで。はい。じゃタイマーちょっとやってもらって。どうしよう。どうしよう。どうしよう。おい、どんまい、川田。あ？俺がレオだよ。いや、誰だよ。おめえ、良いくせに調子こいてるらしいな。マジで誰？俺がボッコボコにしてるからや。大晦日かかってこいよ、お前。レディー、ファイト！20秒経過。おい。おい。30秒経過。あ、知らない。ナイスナイス。いや。うや、ナイス。1分経過、1分。ウィもう1分経過、1分経過。よっしゃ、ナイス。おい、おい、ナイス、ナイス。来た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 。そう、まっすぐいいよ、ナイス。行け、裏返し、行け、行け、裏返し。ガッチじゃん。おい、ガッチじゃん。おい、ナイス、行け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 、もう、やめ。おい、ガチだな。おい。おい、ナイスナイス。おい、ナイス。おい、ラスト1分。
怖い、ね、怖い、ね、やべえ、あ、いいね、左。蹴って、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 そう。蹴ったおい。アイシャブ。おい、フェイント。おー、な、すげえ。ディフェンスもうまい。おー、来んだ。切れ、切れ、切れ。おお、すげえ。ファイナル、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 ファイナル。レオカ、レリバルシムセラ、レリバル一、レリバル一。ほどけ、ほどけ、受け、と取っちゃえば勝ち、行け。レオカ、レリバル一。ああ。そうそうそう、レオカ、レリバル一そう。入ってないのこれ。やべえ根性。そうそうそう、抜けろ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 抜これは本当に、本当に限界だわ。え、何が、何があったんだ。ルールにすごい。いや、面白かった、すいません。まあ、ただ俺との決着がまだついてないんで、はい、次回しましょうね。ああ、だから本当に俺、正味、K1 の選手が勝てるんだもん、森井さんだけなんですよ。うん。あガチでやっても多分ちょっとしやるよ、めっちゃ勝てる、マジで。じゃ今は確かに勝てないんですけど、強くなっていけば多分一番勝ちやすいんだ、堀井さんなんで。バカ野郎、お前ぶっ飛ばしてやるよ。お前そうなったら本当にお願いします。本当にやってやるよ。まあ堀井さんの方でちょっと僕が柔道をまた頑張ってますね。レオさんと、はい、堀井さんと俺が2対1で柔道するっていうのでスペシャルゲストも呼んでるんで、はい、ね、そう、チェックゲストも呼んでるんで、お願いします。ちょっと危ねえ。はい、裏ライジン終わりました。いやー、勝てたんですけど、ちょっとね、デビュー戦っていうこともあって動き硬かったんですよね。そこはちょっと反省点っていうか、まあパンチで倒したかったんですけど、やっぱ最後ちょっと寝技に頼ってしまったっていうところで、次はね、しっかりパンチで倒せるように、引き続き週1回練習していけたらなと思ってます。来年中には、裏ライジンのタイトルマッチできたらなと思ってるんで、それまでやっぱ無敗で、行きたいですね。そうやな、2戦目はね、ちょっと女の子とやりたいですね。うん。パンチで倒したいです。